東京慈恵会医科大学は東京都港区西新橋3の25の8日本部を奥日本の私立大学である。1921年に設置された。大学の略称は慈恵医大、慈恵、時代。1881年に創立された聖医会講習所が期八1891年、証券交代号の移行を受け東京慈恵医学校と改称された。その後 1903年、専門学校令を受けて、日本初の私立医学専門学校として、東京時計院医学専門学校となる。さらに、1921年に大学に昇格して、東京時計会医科大学となった。これは、大学令に基づく日本の私立の旧正大学の中で最も古い単価の医科大学である。1991年、医学部看護学科の設置が、 日本で初めて認可され、医学部のもとに医学科と看護学科を設置し、医師、看護師の育成を行っている。また、1956年に大学院医学研究科博士課程を設置、2009年には大学院医学研究科看護学専攻修士課程を開校した。開学以来130年間の卒業生は1万2000人を超え、 全国各地で医療を社会に提供している。太平洋戦争前から、旧西医科大学であり、私立医大五三屋と呼ばれる。東京時計会医科大学の起源は、高木兼弘によって1881年5月1日に創立された、医術開業試験受験予備校の誠意会講習所である。高木は1875年から5年間、海軍生徒として、 英国セントトーマス病院医学校に学び、このように権威のある医学校を日本に作りたいと思っていた。高木は帰国後、廃止された慶応義塾医学所に関わっていた松山宗安と共に1881年1月、聖医会なる研究団体を設立し、ついで同5月にこの聖医会講習所を設立している。その後、高木は戸塚文会と共に、 1882年、有志協立東京病院なる慈善病院を発足させている。この病院の設立主義には、貧乏であるために、治療の時期を失したり、手を施すことなく、いたずらに苦しみにさらされているものを救うことにあるとしている。このような主義も、高木が英国留学中に受けた人道主義や博愛主義の強い影響による。同病院の資金は、 有志の虚金によるものであり、有志協立という名はそのためであった。病院総長としては、有祖川の宮武人信王をいただき、また大日本帝国海軍軍医団の強い支援があった。有志協立東京病院は、こうした事前病院のほかに、医学教育の場としても重要な役割を果たし、誠意会講習所や海軍軍医学校の実習病院の役割を担った。これも、 英国で経験した、事前病院と医学校の関係を東京に実現しようとしたもので、ある。1887年、同病院は広報を総裁に迎え、その名も東京事系委員と改め、経費は主に皇室資金によることになった。聖医会講習所も聖医学校に、ついで東京事系委員医学校に解消され、同病院校内に移転した。 有志協立東京病院時代の特筆すべき事業の一つに看護婦教育所の設立がある。英国留学時代、セントトーマス病院に付設されていたナイチンゲール看護学校を目の当たりにした高木は、日本の近代看護教育の導入にも極めて積極的であった。彼は1884年10月、米国女性宣教師のリードを招き看護婦教育を実践した。これが、 日本での近代看護教育の始まりである。第一回生はわずか5名であったが、総裁候補の臨席を得て、卒業式が行われた。現在の時計看護専門学校及び医学部看護学科、大学院医学研究科看護学専攻修士課程は、この流れを組むものである。1907年、アリス川の宮武人新納被以降を総裁とする。 社団法人東京事経会が設立され、東京事経委員の経済的支援をすることになったので、東京事経委員は東京事経会委員と解消された。またすでに医学専門学校に昇格していた東京事経委員医学専門学校は、1908年に東京事経会委員医学専門学校と改められた。1921年、大学令の交付を機会に、 東京時計会医院医学専門学校は東京時計会医科大学に昇格した。その時、高木家子友の東京病院が大学に寄付されたため医科大学として付属病院を持つことになった。1952年に学生改革による新生大学となり、1956年に大学院医学研究科博士課程、1992年に医学看護学科、 2009年に、看護学専講習士課程が設置された。創立者、高木金広1934年の大学校舎、昭和初期の学生たち、校歌東京時計会医科大学の正式な校歌は、現在はほとんど使用されていない。学生下には、第一学生下と第2学生下があるが、学生が部活動や飲み会などにおいて、自主的に歌うのは、全社が大半であり、 入学式においても、全社のみが斉唱されている。それゆえに、大学関係者の認知度としては、第一学成果が事実上の効果となっている。学部大学院附属機関日新橋キャンパス、国領キャンパス時計、青戸看護、専門学校社団法人東京時計会が運営する以下の教育機関も大学内では、附属学校扱いとなっている。ありがとうございます。